るとか。まあ聞いてくれや。86層にいる老人の NPC が攻撃スキルの習得クエストをくれそうだって情報を買ったんだよ。まあ聞けって。それでその老人のとこに行ったわけだ。そしたら延々長話を聞かされた挙句、クエストなんて起動しやしねえ。とんだ無駄金を使っちまったぜ。そのじいさんの若い頃の武勇伝だよ。長すぎてあんまり覚えてねえけど。確か飛んでいるドラゴンの目を潰したとか、川向こうの扇を一撃で射落としたとか、そんな話だったかな。よく考えると遠くのものを攻撃した話ばっかりだったな。ってことは投擲スキル系のクエストなのか。いやでも投擲スキル持ってるやつなんていくらでもいるのに、いまだにクエストが起動したって話は聞かねえしな。お、キリト、おめえなんか心当たりあんのか。あ、おい、ちょっと待てよ。どこ行くんだ。慌てて急ぎの用事？いつもの場所で訓練じゃないの？こんにちは、おじいさん。おいおい、すまんの郵便屋さん。あ、それでわし宛ての荷物はどこにあるんじゃ。は？あの。郵便屋さんじゃなかったかの。お前さんはパン屋のマリオの子か。大きくなったな。そうじゃ、お前にはまだ話してなかったの。あれは30年前じゃったか。村の勇士として名を馳せておったわしが、何この小芝居。
RPG ってめんどくさいのね。で、わしの放った矢がプツリと右目に。どこまで話したかの。まあいいえ、こんな話をいくら聞かせようとも、わしの技が伝わることはないからの。わしのスキルを受け継ぐには試練の中で己を磨く必要があるのじゃ。さあ、お主はこの層のダンジョンに封じられている試練のアミュレットを取ってこなければならん。この鍵で封印の扉は開く。アミュレットを手にしたらまたここへ戻ってくるがよいぞ。うまくいった？ってことは、要するにこれって射撃が強くなるクエストなのよね。話をずっと聞いていた甲斐があったね、キリト。ちょっと何そのリアクション。こんにちは。
た。ありがとう。了解。
とう。キリト？